こんばんは。こんばんは、こんばんは。遅れました。4分。歯磨きしておりました。こんばんは。こんばんは、こんばんは。こんばんは。こんばんは。すごいね、いきなりめちゃ見てくれるやん今日ね、もう一回喋っちゃって、今日はね、皆さんこんばんは。なんだ、本当そんな長い時間やらんけど、あ、俺タイトルつけてない。このこれタイトルつけんだっけな。タイトルあるよな、タイトルつけるとこ。もういっか、今日はタイトルつけるとこあったはず。あったよね、タイトルつけるところ。いっか今日は。一応タイトルは気まぐれの、気まぐれなんだっけ、気まぐれこじぐる、こじこじグラムライブやっけ。あれ、これってあれ、あの最初にやらなあかんかったっけ、やる時に。そうやんな、多分誰も教えてくれない。声聞こえない、声聞こえるよね、これ聞こえない人。聞こえるよね。コメントが読めない。そう、気まぐれこじグラムライブです。ありがとう、言ってくれて。そう、こじグラムライブなんだけど、タイトルをつけるの忘れました。これ途中からでもつけれる？のかな、つけれないか。いや、コメントできるはず。気まぐれこじグラムライブ、そうです、それです。気まぐれこじグラムライブ、これです。これ固定しとけばいいな。気まぐれこじグラムライブ、これです。コメント打ってピン止めたらできるよ。できたよ。まあ夜も夜なんでね、今日ね、ブログで言って、ストーリーで直前に言いましたが、何ですか、インスタライブをさ、もう正直週1でやりたいね、気分的には。でも厳しいじゃん、いろいろで。なんか最近インスタもさ、ちょっと上げれてねえからやろうかな思って。あ、今日顔出し NG というか、もうほんと家の今ベッドにいるんやけど、ボサボサやのよね。だからもう歯磨きも終わったし、インスタライブ終わったらそのまま寝る予定でございます。寝る前に、今日早終わったからね、寝る前に喋ろうかな思ってね。そう、電話の声聞いてるんで、そう、電話の声聞いてる風でやっていきましょう。スピーカーにしてる感じで。 My bed。そう、今日はコメントとかね、読もうかな思いますから、いっぱいコメントしてください。で、先になんか仕事のことを話すとしたら、あれですね、あ、リビングの松永さんの DVD 今日発売です。それやれやの、ストーリーでやったよかった。
明日やろう。何？そう、 DVD 僕ケンちゃんとして出てるんで、ぜひ見たことは見たいくれた人はもう一回見たいと思うと思うので買っていただいて、多分メイキングとかもついてるんで、ケンティとのわちゃわちゃも見れるかなと思います。あとクレイジーフィッシュビートね、書いてくれてるね。1億回それスノーマンのグループのインスタでも、ね、ありがとうございます。すごいね、1億回っていっぱい見てくれたということで、あとエンパイアもねめっちゃ見てくれてるよね。おい俺の声聞いたら眠くなってくるって、おーおー今からやで。あでもね、俺の声聞いて寝落ちってよくない？そうなんで、いろいろ皆さん盛り上げてくれてありがとうございます。盛り上げてくれているからこうやってたまに、だから宣伝のインスタライブちゃうからこれ、何気まぐれやからってことなんで、みんなももう寝る準備あれじゃない？もう俺が急に言ったから急いで風呂入った人もいたり、大変やな本当。アーカイブは今日は残さへんかもな、寝落ちで使いたい、贅沢な。あじゃあフォローのフォローしましたがあるとコメントの間にフォローは嬉しいでありがとうございます言ってください皆さん。上にしたらコメント見ようか、顔はね見えない。でもこれよくない？たまにこの顔見せないインスタライブありだよね、ありだと思うんだけど、どう？あと何喋る？もう今 寝転びながら喋ったけど、腕がもう腕が落ちるまでやるか。俺の酔った助けて、飲みすぎ注意です。でも帰ってるってことだよね、顔見たいけど。顔見たいよね。でも今月何回かインスタライブやろう思ってるから、その時は顔見せようかなと思ってますけど、寝転がってます、上向き、顔見れないからドキドキ感がすごい増える。そうだえだからこれぐらい俺も寝る前にさできるから。こうじゃお酒強い、最近強いな。もうで、まあ、外で酔ったことないからまず酔わないね、まあ、あとあれじゃない、酔うの見方をしない、携帯で顔を落とさないように大丈夫、リングつけてるから指に引っ掛けて持ってる。ん？ゴルフ場で働いてますよ。コージ君お待ちしております。はい、いつか行かせていただきます。あ、ゴルフ YouTube 見てくれてる？ハマちゃんとコージのお上手です、ウエストのハマちゃんとやってんねんけど、昨日か一昨日かあげたさ動画マジで見てほしい、めっちゃうまいから。ゲスト陣内さんね、マジであの回めっちゃうまいから見てほしい。最近ゴルフ行けてないわマジで、下手くそなってるわ。コメントしてや、フォローもしてコメントもしてみ、読みます。電話で喋ってみて楽しい、楽しいでしょ。なんかみんなの声聞きたいよね、こういうのしてると。ハマちゃんと仲いい、仲いい、ゴルフチャンネル始めてからより仲良くなった。娘が向上しなのに寝ちゃってる、それは寝かせてあげてくださいか、寝てる横にそんな大きい声出さへんから横にそっと携帯を置いてみてもいいんじゃないでしょうか。子守唄歌感覚で、ん？誰とゴルフやりたい、誰とやりたいんやろ、
でもいろんな人とやりたいな。ゴルフってそれが楽しいから。それぐらい今仕事の話はな。今日本当にのんびり。逆に俺が寝落ちしてしまうかもしれないよな。めっちゃ見てくれるやん。ありがとうございます。ね、喋る後、あ、コメントがコメントしてる。みんなコメントしてな。あれかな、なんかもう一個の携帯で iPad とかで見た方が。あ、来た来た。インスタメンバーとコラボな。あ、コラボしたいけどみんな忙しいからな。今アルバムをね発表して、アルバム系やね今は。寝るの早いですね。いや、今日は早く寝よう思てんのよ。早く寝る日大事やね。先に俺が寝落ちして俺のいびきが聞こえたら恥ずかしいよ。あと何、私明日学校で英語の小テストあるので応援してください。小テストってことは何やろ、高校とかなの、中学校か。小テストは大事やで。小テストの積み重ねが全体になりますから、まあまあ気張りすぎず、前日になんかね、夜に勉強しすぎずね、睡眠大事、オールでやらん方がいいからね。やっぱりオールでやる人と分かれると思うけど、俺は睡眠大事です。あとはそれテルニーの舞台ね、東京公演が終わったんじゃない、で大阪公演なんで頑張っていただきたいね。見に行ったよ俺テルニーの舞台、パワーアップしてました。あと何ですか、家でやってるとか、もうね本当にそう、豆球よ今、豆球ほぼ間接照明だけ。最近仕事で謎のあざ出る、気をつけてくださいそれは本当に。あとはね、ライブも発表しましたよ。ライブ来たね、はい、やりたいねライブ。寝たかったら寝てね、ありがとう。みんなも寝たかったら寝てね。圭吾くんしんちゃんにそっくりですね。そう、圭吾くんってマウンテンドクターの僕のね息子役ね、ゆたくん、かわいいね、かわいくない。マウンテンドクターも来週最終話やで、早ない、めっちゃ早い。メメのドラマもすごい、もうすごいよなあれ、クーってなる。見てない人打たれるけど、この前のやつとか電車の時とかな、なんかめめってなるからのマウンテンドクターですよ。ずーっと焼き鳥焼いてるよ、ずっと。あれ楽勝やと思ってるやろ、めちゃめちゃ暑いねあそこね。だから最終話なんで、おっと言いにくいし、一木、伏木の死、
言いにくいよねこれ。見てくれた？ドッキリグランプリ。今言えんねんけどな、言いにくいし、一気今言えんねん、胸転んでるから。言いにくいし、一気じゃあこれは記憶力の問題なんよ。ちょさっきのコメント見ながらやったら言える。どこ行った？さっきやったのに。言いにくいし、一気くしきのし。絶対みんな言えへん。え、一気くしきのし地元なん？お世話になりました。あれさ、TVer でも結構ランキングあってさ、スタッフさん喜んでたで。たくさん見ていただいてありがとうございます。いや、言いたいのにね、言えへん。情けない、あれマジで本当にしっかりしないとダメですよ。何これ。じゃあ鹿児島県市沼市町市、言えるか？むずっ。小池ママ優しいのよ、本当に。マジで好き。コメントが、コメント、あ、ちょっと時差あるのかな。ほら、絶対私も言えない。ほらな、言えへんねんって。今声響いた？響くよそりゃ、部屋だもん。なんかある？逆に聞きたいことあります？うん、なんか大変そう。なんだこれ。お、早い。看護学生12月前実習、2月国試です。これ大変そう。難しそうやもんね。でも頑張ってほしい。なんかね、いろいろさ頑張ってほしい。俺頑張れしか言えんけど、なんかモチベになれば嬉しいなと思います。今日何食べたら？夜ご飯食べてないな。お昼は遅めのお昼でラーメン食べました。白と赤の種類がある。俺は白を選びました。顔映ってないよ。そう、もうね、モチベになったらええのよ。なんかさ、いろんな仕事あるやん、この世の中。なんかしんどいって思う時あるし、楽しいなって思う時もあるし、まあそれがあるから楽しいねんけど、ほんとぼちぼちよ。なんか俺最近ぼちぼちやってて、なんかノーストレスだもん、マジで。 80% ぐらいで、いや 100% の気持ちでやってんねんけどな。でも 80% ぐらいが 100% になるっていうことよ。うん、ん？北海道もう雪降るよ。そんなに？ほんま？マジで今年北海道にスノボをしに行きたい。マジでスノボ全然行ってない。本当に行ってない。コウジ君がいるから毎日頑張れる。そんな嬉しいこと言われてありがとうございます。よくない？こういうたまに喋るだけのインスタライブ。ありますか、聞きたいこと。あ、今日の YouTube 見ました？スノーマンのさ、
なんか俺2回見たけど、なんかよかったよね今日の YouTube ドライブ。ラウールよくない？あいつかわいいよ。でもしっかりしてんだけどかわいいねマジで。 YouTube まだ見てない？これ終わったら見てください。なんかもうラウールいいよなあいつ、すごくいい。メールしよう思ったもん YouTube 見終わってから、もうめっちゃいいって。なんかピュアじゃん。なんか末っ子っていう、一番下って。ラウルがスノーマンの末っ子で本当にいいって思うな。それがメメでしょ。メメは頑張ってるよね。メメが落ち着いたら俺はメメをどっかに連れ出すって、遊ぼうって言ってるけど、うん？今日何時に寝ますか？もうインスタライブして寝る。なんと今日1時間もしない。なんならもう一生続くから、もう本当に。メメとどこ行きたい？メメとどこ行きたい？なんかメメが行きたいとこ連れて行きたい。もうメメもう座ってるだけでいい。俺はもう全部するね。全員でご飯ね行きたいね。だ前のそれすの流れたっけ、ラウルのさダンスのやつ。俺さあのスタジオでも涙危なかった。でもなんかな、何がって、ちょうどいいタイミングで俺が撮った写真がさ出てきてさ、おっってなる。なんか喋ってたらちょっとテンション上がってきた。ちょっともうちょいしっとりやりたいの俺は。しっとりと、ちょっと画面が明るいと暗くしたい。夜ご飯食べてないと、さっくんもさっき食べ帰ってきて家から出たくないけど出前取るって言ってたよ。 X かな。さあもうちょい喋るから書きなさい。ああね、それスノのねあれでしょ、タイのロケでしょ。ショッピーと行きました。特にあれなんもやな、イベント出て一緒やったで。冒険王もねもうちょっと終わりましたけど、いっぱい行ってくれてありがとうございます。今週はインスタね、あのフォトボーイの写真いっぱい載せれたらいいなと思います。デコージが夢に出てきた巨人と進撃の巨人と戦ってた。なんでやねん、俺がねうなじを狙うって。コージがうなじを狙っとるってこと、ね、知らん人分からんと思いますけど、巨人はうなじが苦手なんです、弱点で。マス様の問題で覚えて難しい言葉は何だろう、何だろうね、ちょっと今思い出せ。チフレ、あ、チフレさん、そうそう、ウェブ CM やらせていただいてますけど、改めまして。チフレでおすすめの商品、オールインワンのやつもいいんですけど、化粧水もね、めっちゃいいよ。デザインかわいいしね。てか、ありがたいよね、CM にさ、採用というか起用していただいてさ、もうまずそれが嬉しい。いろんなキャンペーンもやってるんでね。だからチフレの商品写真撮って SNS 上げるハッシュタグもあるから、たまに見るけどね、みんな写真うまい。写真っていいよね、
写真っていいよな、めっちゃ思う。今度買いに行くよって。ありがとうございます。ジフで早速お母さんと買いました。いいね、マジでいいよ。多分もう結構いいよ。寝る前とか、あのオールインワンのやつ、なんかね、なんだっけ、パックみたいになんねんて。そうだから潤いが半端ないっつって。写真上手に撮れるようになりたい。写真の保管どうしてる？まあ基本はまあデータやけどな。でそれをハードディスクに移して何年とかに分けてやってるかな。今日誕生日な、おめでとう。浩二くん関西弁の女の子はもう何弁でも可愛いです。もう質問が、質問書いてる？遅いんかな俺が。スノーマンスキンケア多すぎ。確かし明日転職先の面接やね。応援してほしい。面接は緊張するでな。まあ嘘つかずにさ、あの背伸びしすぎず言ったらええと思うで。あと目見ることが大事やな。あと挨拶と、うん、おすすめのカメラ、まあカメラな、俺はもうビジュアルで選んじゃうな。あと何かありますか？え、おばちゃんですが、浩二君し、何何でですがなんですか。嬉しいですよ。ルータ君会ってない。ルータ君は会ってないな。連絡もしない最近。でも舞台中ちゃうかな。なんか明日誕生日の人多くない？ほんと？今日 iPhone 画面直撃して鼻にあざができたから慰めて。なんで iPhone 直撃した？ iPhone 大丈夫？いやどっちもやけどね。ちょっとそれは冷やしてください。まあいい、冷やして早く寝て。浩二声が眠そう、バイ眠そう、バイってどこだっけ。明日犬の実技テスト。何犬の実技テストって。頑張って。でもチフレさ、チフレさんいい商品多いよね。なんかメイク道具とかも結構あるんやで。あ、福岡だ、バイは。そうそうそう、鬼は最近やってないけど毎日メールしてる。さっきも電話した、仕事の合間に。最近自炊してないな。うん、あ、めっちゃ質問機来るやん急に。これって一緒ね、喋れちゃうからね。お、最近カメラ買った。いいじゃん。え、体育祭女子代表のアンカー応援してほしいな。頑張れよ、それはアンカーだから。あのバトンのスイッチだけ気をつけていただいて。ライブで目立つうちはある？なんやろな。でもうちはもう作ってくれるのね、すっごい嬉しいけど、一番大事なのは情熱やで。マジで声とかもさ、意外に何ってなるか聞こえる。これ言える？汚い早口言葉。おっとっと、とっとって、いっとっとに
コメントが流れる。おっとっと、おっとっと、とってって、いっとっとに、なんで、とってくれんかったとって、いっとっと、どこまでが早口言葉やねん、これ。あかんか。声飛ぶわ。おっとっと。無理やなって失礼やな。まあとりあえずさ、あの皆さん頑張ってください。声違うっていう道を、でも寝転んでるからすねた。なんですねるの。まあ皆さんそろそろ終わろうかな。眠くなってきた。あ、ハロルドとモード徹子さんのやつね、見に行きたいな。ちょっと今スケジュール見てる。そうちゃんがやってるやんな、タイムレス。そうちゃんめっちゃさ、インスタの写真とかいいにしてくれ。俺もいいねしようかな。ちょっと恥ずかしいから、そういうの結構恥ずかしがりたい。え、海外のファンの方いる、ありがとうございます。まあこうやってちょくちょくね、あのインスタライブやろうかな思ってますんで、ぜひ暇な人は来てください。ふぅ、寝るか。ちょっと顔は今日は映しませんが、なんかおもろいの、あ、なんかさ、あ、優しい、みんな今日もうちょいやってってじゃなくて、ありがとうとかおやすみとかありがとうございます。じゃあ皆さんいい夢見てください。僕の夢に入っていただいてもよろしいです。入場料は500円です。じゃあ皆さんもめっちゃハト食ってる、ありがとう。あの一日お疲れ様です。まあまた仕事ある人も勉強もある人もいると思いますけど、まあワイも頑張りますので頑張りましょう。では今日も来てくれてありがとうございました。おやすみなさい。なんか言わされてることある気する。いや、ないな、ないと思う。ないよね。切った後泣くなよ。泣かないですよ。優しい、みんな本当にいい優しいファンが多いですよ、本当に。でマジで思う最近。ありがとうございました。おやすみなさい。また。